大丈夫大丈夫。ね、はい、ではこちら新たなイベントが来ました、特別イベントダーウィンズ伝言ゲーム仲間の意思を汲み取れ。ダーウィンズ伝言ゲーム、はい、このコーナーはですね、このメンバーの5人で伝言ゲームをするんですが、はい、全員音楽が流れているヘッドホンをしてもらって、うんうん、相手の口の動きだけで何を言ってるかを汲み取り、なるほど、はい、一番最後の人まで正しい正解が届けば、うんうん、OK なんですが、すげえ笑ってるけど大丈夫？どうしたどうした？もう楽しくて嬉しいね、嬉しそう。伝言ゲームね、みんな得意得意得意言葉に力のさすぎだ本当は、怖いえ、ちなみに今回、これをクリアしたら何がゲットできるかというと、あ、気になりますね、はい、なんとないもん、あげるよ、うまい棒はもうあげる、別に自由に食っていいから、なんそのうまい棒は大森さんの目の前にいつでも食べてね、まあ、ありがとう、いっぱいあるからね、今回1人目から最後の人までお題を間違えずに当てることができたら、見事先日解禁されたオープニングテーマアスカさんの歌うチェインと、エンディングテーマ綾野真城さんが歌うアライブが挿入された初出しの番宣 CM をここでポンと、絶対流さなきゃ、あ、でもここで流せなくてもいつかの公式から流れる、いやいやいやあれそうなんでしょうけど私たちのいる意味を、そう、台本ゲームで絶対に見せるんだからねそうだそうもう仲間の絆とやらを見せて、そうですよそうですよということで、まあ、勝負は3本勝負に、3本勝負なので、もう1回成功させちゃえばもう全て判断する、それはもうだって1回でいいですよ、安心し、じゃあもうね、ちょっと伝言ゲームが得意とさっきね、ちょっとちっちゃい子で言ってたので、うん、じゃあ一番最後のトリを飾っていただきます、回答者に、じゃあ得意、こう、じゃあ並びとしてはこの順番でとりあえずやって、一回やってみますか、僕が一番最初の出題者になりますので、はい、それじゃあ皆さん、聞こえないようにヘッドホンをしていただいて、得意得意ってめっちゃ自分に言い聞かせてるんですよでもほら、いつか流れるんでしょそこ乗るんだな、違う違う、あ、ちなみにあの大森さん別にあのヘッドホンしててもうまい棒食べてる全然何も音はね、はい、もうしちゃっていいんですよね、あ、大丈夫です、はい、じゃあもう聞こえなくなっちゃいますけど、なんで笑ってんすか、いや、なんか面白い映像だなっていやでも拳銃ですよ、だって耳栓してヘッドホンですからね、そうなんです、で音楽流れて、はい、ということで、はい、じゃあ一回皆さんに音楽を流します、こっちだけ流れてない、あ、あ、これ、あ、大丈夫です、あ、私こっちだけ流れてない、なんでだでもそれはちょっと黙っといて答え分かるようにしとけばいい、正直者が損をしてしまう、あ、そっか、この声聞こえてんの、聞こえてる、まだ聞こえちゃってるんですよね、あ、じゃあもうちょっと音上げてもらった方がいいかも、え、あの無音あの何、私握るけど すごい聞こえる、うん、じゃ あの皆さん音楽流れてる体にしていやもう一回流れるかな、ちょっとね調整がね、今多分調整してくださってるんで、はい、大丈夫だと、私来てる、じゃああれですかね、え、回答者は声に出さず口の動きだけで伝えるっていう、ああそうします、なので皆さんも見てる皆さんも答えが分かんないから、そうですね、何かを本当に、あ、来た、分かりました、 OK OK OK、 俺だけ来てない、なんでだろう、今度はお前か俺いや今タッグが、あ、やっぱり取れちゃダメなんです、線があれ線がそもそも刺さってなかった、来てます、え、もう一回流してもらっていいですか、はい、流してもらっていいですか、あ、めちゃめちゃ流れてなんやねん、じゃあ、え、すみません、OK です、もう OK です、 OK、OK、はい、みんな OK、 はい、じゃあ早速僕が出題していきたいと思います、まずは、上田さんに伝えていきますので、じゃあ音楽かけてください、それじゃあ最初のお題は、あ、僕が勝手に、え、そういうこと、最初の2問、あ、特に、え、じゃあな何伝えようかな、アベマさんが用意してくれたお弁当、美味しかった、実は聞こえててそういうのは先に言いなさいよなん
でだよ。いや、もうちょっと音量上げてもらってもいいですか。音量の問題。ちょっとじゃあ別のやつ言ってもらって。嘘だろ。ちっちゃい声で喋ってもらってもいい。OK ですか。え、嘘、大丈夫。はい。いけました。本当に聞こえてなかった。本当に聞こえてなかったです。でも分かりました。はい。じゃあ行きましょう。次の。美味しいね。美味しいね。じゃあ行きますよ。大森さん、うまい棒食べ過ぎ。もう一回。大森さん、うまい棒食べ過ぎ。これは不安だぞ。なんだったらリハの時もここから間違いが発生する。はい。それじゃあ続いて大森さんからタクへ伝言ゲーム。ユウさんがこんなこと言うかな。え？そんなひどいこと。あのちょっと放送に載せられる程度の間違いにしてください。はい。はい。行きます。大森さん、うまい棒、おいしい。大森さん、うまい棒、おいしい。おいしい。おお。いや、古田さんそんなこと言うかな、それ。ちょっと言い出しっぺ、俺なんだ。あ、そっか。タック外して。そっか。はい、そうです。おお、多分伝わってます。完璧に、多分完璧だと思います。大森さん、うまい棒、おいしい。今なんで笑ったの？え、怒った？大丈夫。嘘だろ。いや、じゃあもう一回言って。大森さん、うまい棒、おいしい。おー、分かった。はい、これ多分そう。あ、じゃあ自信満々のようなので、私絶対今回はいける。おー、はい、自信満々。それじゃあ、はい、はい、花森さん。
いします。大森さん、うまい棒おいしい？ということで判定は、おいしいよ。え、おいしいよ。絶対そうだったよ。あの、いや、あの、ここからここへは合ってた。あ、あれ？ここからここへも合ってた。あれ？あれ？もしかして、まさか。いやでも、でもね、惜しかった。嘘。惜しかったね。正解は、大森さん、うまい棒、うん、食べ過ぎ。うるせえ！何本目だよ、何本目だよ。3本目。だよね、結構ですよ。もう、ということで。あ、でも意外といけるね。いや、いけましたね、今ね。ちょっと長いと思ったけど。ちょっと好きすぎて美味しいに変換してしまった部分があったのかもしれない。これ攻められないわ。ちょっと失敗ということで、じゃあちょっと気を取り直して2問目いきましょう。はい。